ダラダラ話す感じでいく？とりあえずあのタイトルコールだけ話しますね。狂気ダメヒューそう。あ、それで、それでいいかもな。余計なやつがいることをみんな突っ込んでもらえる。いくよ。はい。狂気山脈感想戦イエーイイエーイあああれ乗ってくれるのが完成してくれてた塩分差しかいない。何か1回は滑るのがお約束なのかなと思いました。そう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 、何かもう一回やる。ああ、もう一回やります。いや、いい、これでいい。やり直す。やり直さなくていい。それ最初もやったのよ。狂気山脈やってからちょっと日が空いてるので、みんなちょっとまたノリが悪くなってるんですけど。そうですね、一回もう山には登りきったんで、うん、燃え尽き症候群みたいな。じゃあまずあれから話しましょうよ。お、めっちゃ壁が話してますけど、うん、いや、まずあなた誰から話したほうがいいですね。そうだよ、よっさんよろしく。はい、今回狂気山脈、私と、ズッキーと無能さんでこうやることになったんですけど、それをこうやらないって誘ってくれたのがこの壁である塩分さんでございます。そう、ずっと ね裏で見ててくれて、めちゃくちゃ壁打ち打ってくれてました。ね、ディスコードに、うん、すごいよね、7時間かけてね。結構長かったよね、あれ。あれびっくりするぐらい長かったね。まあ、そのついでに暇つぶしとして音無さんの友達の手記の叩き台も作ってもらってました。そう、ちゃんと関西弁で作ってくれててね。そうなんですよね。刺さったね、あれね。その前にあれよ、キャラクターの作成秘話から話したらいいんじゃない？作成秘話？作成秘話。なんだそれ。聞いたことないぞ。パパラッチさん。ああ、なるほど。山岡カメラマンじゃなかった。死ぬよって思って。どうぞ山岡カメラさん。山岡カメラさん。山岡カメラさんにね、振られてもね、うん、確かに。あいつは死んでた。コージよりナビゲートが低くて、コージより後半が低くて、コージよりディレイが低いパパラッチ。弱い。ちょっと超ざわざわしてたから、やばくない、ゆずきさんやばく、死ぬよねって言われて、喋ってて、言った方がいい。コージより弱いが。超ざわざわしてた。いや、マジでゴミだもん。ナビゲート40だからね。ひっくー、マジで危ないね、危なかったね。今思うとありえないね。ちょっとするわね。ちょっとするわ。コージが45あるぞ。コージいいか。そう、何の話をしてるかっていうと、あれなんだよね、山岡カメラになる前に一個提出してたキャラクターシートがあって、キサラギなんだっけ、ゆうや、ゆうやって言うんだけど、そいつなんかパパラッチって役職ですっげー弱かったんすね。弱かったね。もうね、デックス5だし、5やば。回復さ、回避20だから、最後の言わんところ、あれ跳躍失敗したらマイナス30されるから、回避マイナス10で言わなきゃいけないと。全部失敗じゃん。だから幸運も低かったと思うから、うん、幸運はね、唯一パパラッチ買ってんの。70あるから。すげえ、天気しか頼りなんないじゃん。天気以外はゴミ。APP も山岡カメラの方が上だし。APP はもう無駄にイケメンだったからな。無駄にイケメンだからな。山岡くんがね、ちっちゃくてに。なんで黙る？あ、いや、ちょっと咳込んで、びっくりした。ごめんなさい。大丈夫、滑ってない、滑ってない。うん。産地もね、パパラッチの方が高いわ。70ある。やば、産地ね。跳躍が70。で、忍び歩きも70。あ、じゃあ40か。跳躍と忍び歩きが40か。マジで使わんわ。
使えねこれでも元データはもっとひどかったはずだからそう、ね、元データはそうもっとひどかった、うんうん、後半も40ぐらいしかなかったはずだから初期値じゃんやば山登るって言うなよって言いたかったなんで選ばれたんだこいつだもん本当にっていうところがありまして、まあ、作り直して今の山尾カメラがあるっていう感じかな、うん、やめらくんでよかった作り直してくれてよかった本当によかったね本当にいや全員死ぬとこだったよねそうなんですよね、うん、あの大黒壁あったじゃないですか、うんうん、グレートブラックホール、うんうん、あこ登るの3人必要じゃないですか、うんうんうん、クライマーとビレイヤーとナビゲーター、うん、うんうんうんもし2人で行ってたらどうなると思います？え？その時点で1人脱落していたら当反失敗した時点でもう墜落確定よくわかりましたねうわやばーミレイヤーがいなくなるなるほどクライマーはいないと登れない、うん、ナビゲーターはいないと登れないビレイヤーはいなくても登れるそういうことですすごい危ないいやでもあそこ大黒壁もなかなかドラマありましたよねあれドラマあれやばかったドラマしかないよこの話めっちゃしたくてうんうんお父さんさんがさ、うん、お父さんが数少ない大失敗を大黒壁登板中に出しよってそうあ確かにあこれ幸運できねえからあ死んだかなと思ったら姫がビレーで大成功しやがってそう食いつかるねうわあってスタンディングオベーションでしたね。ねすごかったあの時は。あれやばかったな。もうあのめっちゃ思いっきり引っ張るロールプレイしたんですけど。すごいめっちゃ好きあのシーンすごい好き。もう今日踏ん張ってるシーンがすごい見えたもん。そうあのね実際にあれ立ち上がってますから。そう全力だったあれ。うわ絶対落とさないみたいなこと言いながらこうなエフギアみたいなノリになって熱血なってた熱血熱かったですなあれやばかったねその時の壁ちょっと中中は見捨てないから絶対そう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 一周したのに誰一人ダメージ受けないっていうそう全部プラマイゼロなのあれ3周ぐらいしたかったそのプラマイゼロ34周した気がするやばーと思うそうなんだけどそこで攻めがいいなら登れよって思ったけど確かにでいつまでその3ピッチ目にいるんですかみたいないつまで第3ピッチにいるのそれ以前に失敗するなっていう本当に強風でマイナス30されたとしても5割ぐらいみんなあるはずだから3回振れば1人ぐらい成功するやろ5割って思いながら毎回落ちるなって見てたみんなもうあーってはい5点着地ってそうみんな綺麗に着地するからさ着地の練習してんのかってぐらい綺麗に着地してた落ちても無傷ならええやろってそうそう同じ値出しまってるし3日目が、うん、あの私がその18時21分に、まあ、夜のね、うん、あ6時21分に言ってんだけど、うん、そろそろ登ってもろてって言ってるのが多分立ってるから結構長いこと3ピッチにいたよだって踏破したの39分だもんだってめっちゃ時間かかってるかかってんなだなそれ、まあ、それも言いたかったんですよ、うんうんうん、基本的に天候が良かったからサクサク進んでったんですけどあの難所狂気山脈で難所が2つありまして、うん、ショゴスノッコシとグレートブラックホールなんですけど、うんうん、難所はちゃんと難所してるのがね非常にこう絵として良かった確かに、天気悪かったもんな難所だけそう確かにノッコシで初めて天候悪くなってそうノッコシも最初会長に行けるかと思ったら高山病引いて多産病になってやらかした天気が回復しなくってみたいなそうちゃんと難所してるって高山病私が引いてるのに私はかからないっていう耐久めっちゃ低いのにそうみんなかかってるのにもう巻き込みがたら確かにそうピオスさんさ全部なんかそういうの引くのに、うん、自分だけ先に入りの一番に回復してたよねそうなんだよねすげえ運強いと思いながら引いたみんなごめんってさすがでした姫ちゃん、うん、
ああそう、私からもう一個語りたいことがありまして、うんうん、はいはい、姫ちゃんのラストのね、うん、狂気あたり、ああ、あれめちゃくちゃ神がかってて、うん、狂気の内容がこう山への愛情みたいな感じだったじゃないですか。そうですね、なんか危険、危険の狂気なんで一旦抑えても産地が1でも減ったら再発するって話してたじゃないですか。そうですよね。で、あの山のチャームって成功しても 1D3 ぐらい減るんですよ、うん、で、そうそう、だからアホは再び山の愛に目覚めて降りられないっていうことになる予定だったんですが、連続でクリティカル出したからこれもいいやろって思ってよしにして、これでアコがクリティカルじゃなかった場合、おとなし以外の2人が山に取り憑かれてるってことになりまして、あー終わってたな、抱えて降りられるとしても、まあどう考えても1人が限界なんで、うんうん、ではどちらを連れて行ってどちらをここの場に置いていきますかっていう、怖っ、持ってるな、すごい持ってるよ、めっちゃすごいドラマだった、本当にめちゃくちゃ持ってるなと思ってあれ見てました。いや怖っ、しかもその前のそのなんだっけ旅客機に入らないようにメラ君が誘導してくれたのもすごいでかくて、そうですね、うん、あそことその次の3チェックがあのクリティカル出てなかったら私もう絶対帰れなかったと思うから、そうですね、言ってしまえばそうですね、サイズがでかいもんで、そう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 帰れる確率高いのどう考えてもメラ君連れてく方なんだよなっていう、そうね、メラ君サイズが小さかったから、うん、うーん、2人のうちどっちかしか連れていけないってなったらメラと、うん、あと姫からお守りと花もらってみたいな感じになってたような気がする、うわ絶対迎えに来るからな多分あらかじめなんかパラシュートを開いて、でそこからどっちかをキックとかっていう感じに、うん、あでも山ビンタで死んでますね、そうですよね回避しない、回避ができない、そう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 、はあ怖、そうはならなかったんでよかった。すごい、本当にやっぱ奇跡の連続だったんだな。本当にグレートブラックホールあたりからえらい奇跡起こりまくってた。うん。うん、そう、それのちょっと前もそのなんだっけあそこなんか見に行ったじゃないですかガス地帯。あそこあの。ジョーさんが2回ガス抵抗クリティカル出してくれてなかったら私死んでるんだよ多分。そうね、そういえば、うん、そうね、そなんかジョーさん2回もクリティカルしてるからね、そうしてるね、私なんか意味わからんくらいクリティカルしまってました。私なんかガス抵抗私も1回だけコン ×2 の時に成功してて、うん、だからもうあそこの女神の微笑みようすごかったすごかったね、もうにんまりしたもん、すごい、うん、その後メラへの治療判定で何が起こったか、何が起こったかそうだった、でもメラのその治療も1回復だったら死んでた、うん、確かに、うん、成功した時に 1D3 で2だったら死んでましたね、ああ、うん、そう1でも少なかったら、うん、1回体力1になって気絶してるから死んでた、うんうん、うわー怖っ、こいつら偉い綱渡り上手だなって思いながら渡らなくていい綱まで渡っていってるなって本当にいや行くしかないだろうと思ったけど、よくよく考えたら帰ってくる時も必要ですからねって言われてる時点でお察しなんだよな。あと遺跡を見つける条件が目星に成功した上で幸運に成功ですからね。うんうんうん。見つけちゃってる。そこしないとそもそも見つけることすらできないからね。結果成功してたんだっけそこは。成功したんですね。うんうん、ああしなきゃよかったんだ。したから気になっちゃったんだ。うんうんうん。ああ。行くしかねえだろうになっちゃったんだよな。そうそうそう。そう行くのか。いいよ。体力チラチラ見ながら。いやあの本来ガスのダメージって外傷じゃないから応急手当てできないと思うんですよね。ああそっか。ほう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 。切り傷とか打ち身とかだったら応急手当てで回復すると思うんですけど。うんうん、キーパーの優しさ。ガス吸っ
ってゲホゲホじゃ体力減るのって応急手当たり治るかっていうと治んないような気がするけど、治んなかったら死ぬから。温情キーパー治んなかったら死ぬから振ってもいいよって言ったら2人ファンブルするしそう、もう痛かったよ。おお恩をあだで返しましたね自分で自分を傷つけて、ジョークさんもなんか姫ちゃんのこと傷つけてさくさろくな応急手当はできなかった怖かった、あの流れで応急手当するの本来喜ばれるはずなのに、皆さん自分で自分にも触れますけどってやつ優しさだな、優しさやな、優しかったな姫ちゃん、なんか本当になんかね、見せ場でクリティカル出すよね、主人公してたよね確かに、うん山に愛されてたなだってもうあれ洞窟入ってから3回クリティカルしてるからね。そっか、発狂解除したのと3チェッククリティカルしたのとメラを縛るために応急手当てまたクリティカルしてるからあ確かに主人公してる、確かにガチガチに固めたからなやば、ナビゲートでもちょいちょい、一番手がナビゲートでクリティカルするのってめちゃくちゃ美味しいんですよ、わかると思いますけど。うん。そうだった。後続の失敗を成功にできるんで、一番手がナビゲートクリティカルすると一番美味しい。うん。の2回いらしてた。すげえ。で、両方無駄にならずにちゃんとカバーで使用してたから。確かに。すげえ。ハンドアートも一番主人公主人公してるしな確かにハンドアート、ゆみちゃんのハンドアートは下界に残した絆か、うんうんうん、うんうん、あー最後のあれな、そう最後エンディング良かったよねあれ、いやー本当にあれなんかこうあの写真撮ってアルバムに閉じるでフィンっていうエンディング大好きあの演出好き、自分で演出するとあれだけど、そういや言われてうわめっちゃいいと思いながらすごい感動に浸ってた場面がパシャッと切り取られてカメラが引いていったら実はアルバムの写真の一枚でしたみたいな感じでアルバムパタッと閉じてこう完璧すぎるいいんじゃない、写真立てとかでもよかったな、あー確かにな、山小屋の残土の上にある写真立てみたいな、あーありだなそれを二人で見てるっていう、うん、姫ちゃんと旦那さんの、そう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 、もうあの夜に暖炉の前でこうなんかあの安楽椅子みたいなやつに二人が座ってる、そう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 みたいなやつに、わかるわかるいやいつかその絵面もあるでしょうねウェディングドレスっていうか結婚式は最後ハッピーエンドだったらやりたいと思ってたから、はいはいはい、うんうんうん、そうみんな誰呼んでどういうシチュエーションでエンディング迎えるんだろうって思ってたけど、あ結婚式に勝るものねえべと思って取り待ってた完璧だった、やっとみんな帰ってきてたしね、なんか全員ちょうどそう2人とも呼び出してくれてたからドッキリで、ドッキリというかなんだあのサプライズで、うんうんうん、そうね、よかったよ、いやよかった、ハンドアウトはこれちゃんと全員達成しましたしね、うん、うんうんうん、したね、ひめちゃんちゃんと生還して結婚式あげたし、うんうんうん、この人も親友見つけられたし、うんうん、ねらくんももう記録残しまくったよ、ね、残しまくっためっちゃ写真撮ってたもんいらんものも遺跡の写真まで3分の1ぐらい工事の写真のような気がする、確かに撮りまくってそう工事の後ろ姿の内股の写真ねこれ内股あってんじゃねえか、ちゃんと撮れ今のうちにナビゲート振ってくださいってそうはい全員マジで見せ場あったと思うんだよな、ほんとほんと、あのジョーさん の, あの親友見つけたところのロールプレイはマジでよくて、うん、マジでよかった あれだよな、ありがとうございます、もうテンパってテンパって何言えばいいか分かんなかった、いやすごかったよ、なんかもう持ってきたんじゃねえかってくらいだったよ、違う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 、手帳を出す前に手帳を読んで後から言うべきこと全部言い切ってないか大丈夫かって思いながら手帳出したいや
なんだろうな、こうやっぱジョーさんのこと考えたらこんな感じになるのかなって。あー、いいな。分かってたけれども、うん、諦めきれんよなっていう。友達に後悔すんなよって背中押されて山頂目指すんですよね。うん、そう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 。私そのね、アイゼンだっけ？はいはい、ボロボロのアイゼン。ああ、ピッキルってアクスか、アックスですかね。アックスか。うん。うん、あれをこう一番最初に投げるっていうのがマジで良かったし、良かった。そう、いやあれ本当持ってきたことにさせてくれてありがとうございます。最後にタバコをやめるのがね。そうだよ、山でタバコは体に悪いね、聞いてやっていうね。ヨシユさんが言ってますから。ね、そう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 、ユノさん。あれ本当にリアルの世界であのタバコ最後の一本だったんですよね。うわー、エモい。何それ、エモすぎ。そう、ホープの最後の箱を開けて、うん、で最後の箱っていうか最後の箱を開けたらもう一本しか残ってなくて、うんうん、まあ、じゃあこれ最後にするかって言って、最後K2さんの前でタバコを吹かすという。あれマジでタバコ吸ってたよね。ね、あれ吸ってました、吸ってました。パチってやってたよね。そう、パチってなんか聞こえて、あ、タバコ吸ってんなと思ったもん。うん、そう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 、一番最後の方の、もう一回狂気山脈に戻るところと、うんうん、天保山に行った時に。そうね、天保山マジで。そうそうそう、低すぎるんだよ山が。あれはリアルですってましたね。うん、いいよな、しかもタバコがホープっていうのがね。ねえ。なんかなんかの絵を感じますね。まあ何のことかはあれですけどね。よかったな、よかったな、ちょっと感想が出てこなくなった。そ, そしてさらにメラ君ですよ。と工事周辺だねえ。うん、助かった工事へのあこな、うん、なんか最初だいぶ雑というか、なんかどうでもいい扱いされてたのに、なんかどんどん仲良くなってったかな。メラ君順番がね、隣だったからね。うんうんうん、それもある、うん、順番が絡みが多かったんだよね。そうね、多かったね。うん、いや写真ずっと撮って、で一緒にずっとコージーと一緒に同じ時間を過ごしてたっていう風な。そうそうそう、専属カメラマンの下りがあったのがすごく良くて。そうね、なんかああいう感じで気取ったやつとこうやり取りするのってこんな感じなんだろうなみたいな。こっちから茶化しつつ、でも向こうに痛いとこ疲れるみたいな。こう永遠と漫才してたよね、あの二人。そう、すごいね、よかった、あそこ。そう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 、なんか当時割と嫌みったらしいこと言ってけど、なんかそこまで雰囲気が悪くならなかったのはもうメラのおかげなんですよね。うんうん、あこら辺明るくしてくれたって。うんうんうん、うん、助かりましたわ。パーティーによってはだいぶ険悪になったりするからね。だろうな。わかる。実力伴わない口だけ野郎だから。あ、そっかそっか。いやもう可愛く見えてたもんな、途中から本当に。あ、また言ってるわって。キャラ的にはチワワなんですけど。うん。そう。子犬が吠えとるわっていう。そうそう。なんか頑張って威嚇してるチワワなんですけど。はい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 って頑張ったねっていうこう。わかるか。うん、あー、コージ。コージーってあれってなんであんな態度取ってたかっていうと、うん、自分に実力がないもんだから、うん、実力がある登山家ってのを想像して、そのロールプレイをして自分を奮い立たせてたというか。なるほど。なるほど。俺は一流のアルピニストだみたいなことずっと言ってたんですけど、うんうん、あれ自分に言い聞かせてたんですよね。なるほど。コージー自身も分かってはいるんだ。そう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 。本当は心の底ではちゃんと分かってるから、だから本当の困難にぶつかった時には、折れてしまう、すぐ折れてしまうってのはそこら辺があったんですよね。ポッキリ折れてたもんな。秒で変えるって言ってたもん。うん、ね、あの俺は、ま、アルピニストじゃねえみたいなことチラッと言ってたのはそこら辺があったんですよね。言ってたな、うん、お前らみたいな登山家とは違うんだみたいなこと言ってたのはそこら辺があったんですよね。でも理想の登山家像があんなふんぞり返してるのでいいのか。
本当に そ, う、うん、その通り。なんか誰の力も借りて己の力で山を登るんだみたいなところが理想としてたんですよね。あ、じゃあケツさん見習えよ。ケツはあれ調和の人なんで、かなりパーティーパーティー行動を重視するタイプの人間なんで、コージーもな、そうは言いつつもみんなの力で 7000m 来たらお前も立派なアルピニストなんだよな。確かにな、そこまで来てんだよな、うん、本当にな。富士山の標高って知ってるか、 3700m だぞってその倍は来てるから、うん、その時点でお前は立派なアルピニストなんだぞと思って、ね、返したくなかった。そう、あの時私どっち、なんか私に助けを求めるみたいな感じでチラッて見てきたみたいなシーンがあって、うん、あったあった、うん、あったあった、ね、そう、なんか気持ち尊重したいけどみたいな、すごい怯えてるから、いや、うん、でも絶対この二人は連れて行きたいんだろうなって思って結果的にはコージーが言ってたことが正しかったですからね。うん、そうですよ、山じゃなかったからね、うん、山じゃなかったし、うん、死にかけたし、うん、そうそう、こんなところに溺れたなんて気が狂ってやがるって言ってた、コージーの言うことが本当言うと合ってるんですよね。なんなら2人とも、てか姫ちゃんとメラ君不定の狂気もらってるからね。そうね、えメラ君も不定じゃなかったような気がする。不定じゃないのか、一時的か。そう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 、チャームの魔法の効果で狂気山脈が好きになって、一時的に狂気山脈が大好きになってたってだけなんで。あ、なるほどなるほど。で入ってんのは姫ちゃんだけですね。あら。姫ちゃんこれからも山が大好きになりました。うん、登山家やめられねえ。やばい。いやゴジラ編よかった。うん、よかったな。まあ、締めに出せるかって思ったもん。どうやったら連れていけるんやって。ただこれ連れてってたとしても3人降りちゃうのかな。いや、まあそこはまたロールプレイ次第って感じになります。ああ、そうなんだ。あずさちゃんはどう頑張っても降りちゃうのかな。じゃあ、いやそこら辺もセットとかロールプレイとか次第、それこそコージーがいればコージーが降ろすからってなったりとか。ああ、なるほど。まああの、あずさもさすがに転ばれ決放置することはできないから、一緒に7000まで降りて、うんうん、でこれコージーに任せて改めてあずさも含めた4人のパーティーで登るとか。ああ、そういうのもできたか。なるほど、そこら辺も提案次第、説得次第ではありました。うわ、頭回んなかったな。おおおお、あずさちゃん超連れて行きたかったんだけどな、個人的には。まあコージー連れて行く人は結構いますけど、あずさ連れて行く人はまずいないですよね。あ、まあでもケツ心配か。ケツの看病をさせてあげたいじゃん。確かに。そういうことか。医者あずさしかいないのにケツ放置するわけにもいかないじゃん。本当じゃん。確かにコージーに看病任せられねえよ。任せられない。そう。だからまあ大体あ、これ離脱しますね。なるほどね。ああ、なるほど。え、この連れてった NPC が3人とも死ぬってあります？連れてった NPC が3人とも死ぬ。ケツ、アズサ、コージー。ああ、まああの、おとなしさんが最後の判定失敗してたら。ああ、おっぷねえ。怖い。あとはまあ普通にあの、一番最初のブラックアイスホール登ってる時に墜落したりとか、ここまで連れて行って落ちたりとか、ちょっとファンアクシデント表で雪崩とか引いて死んだりとか。え、雪崩。雪崩あったんだ。普通に。アクシデントによってはダメージで死ぬんで。まあ、コージーもよくよく考えたら崖から落下してたから、場合によっては。そうなんだ、あれギリギリだったよ。そうあこまで体力全開で来てたから生き残りましたけど、うん、道中にこう落石がぶつかったりだとかクレバスに落ちたりとかして体力が減ってたら、ワンちゃんはこれ死んでましたね。うわあ、よかったマジで。ここはマジでビビり散らしました。誰も判定に成功しねえんだもん。そうなんで、確かに足あんなに速いのになんで捕まえられないんだ姫ちゃんと思って。本当に誰もコージーに追いつけなくて、コージー死んだから。カジバのバカ力みたいなスピードだったんだろうな。そうですね、まさしくリクテロリミッターが外れてる感じで、ちゃがめっちゃかね、走ってましたね。あそこもしコージー追いかけずにその場でなんか声だけかけてたらどうなってた感じなんですか？別にコージーそのまま走り去っていきます。走り去るよね。あ、うん、もうさ
あそうなんか、探しに行ってよかったな。でも本当にじゃあ、ね、じゃあもう洞窟ウロに入ることを阻止できてれば、うん、こうはならなかったってですか。まあそうですね、何かしらで洞窟に工事入れなければならなかったですね。いやでも釣れ運しちゃったから、そう釣れ運はちょっと、ちなみにあのテントで全員聞きに失敗したりだとか、うんうん、起きても別に工事の後つけなかった場合は、うんうんうん、さよなら。あーよかったさよなら工事。工事はいなくなりましたなんかわーってこうやってドカッと何かが落ちた音でもう一回聞き耳判定して、うん、起きれるかどうか。それでも起きなかった場合は翌朝冷たくなった工事が発見されます。うわー、うわ、怖え。これこの工事の発見聞き耳でファンブルしてるからね。してますねそうね、なんか風の音にビビり散らかしてた人がこれあっちかなみたいなこと言ってましたね。そうそうそう。あさっての方向。大事な判定はミスるけど、愛は。そう、愛だけは。そこに愛はあるんか。いやー、なんか説得振って、こう止めようかなって思ったんですけれども、うん、この先に多分重要な、なんか情報とかあるだろうって思って、行かせてしまった。間違いない。いや、ここはまあ行くべきですよ。特にあなたは。うんうんうん、まあ、そうね、死体がないっていうこととか。そうそうそう。第一団体調べたいしね。結果的に正解ではあるからね。そうそうそう。工事の産地が低すぎるんだよ。成功するわけないやん。これはまあ、キャラ的に合ってる。うん、いや、バッチリだな。本当に。キャラ的にといえばテトメトさんのあの NPC のロールプレイがマジで良すぎて、うん、すごかったね。それはめっちゃ嬉しい。そうすごい、なんか何発言しても的確に返してくれるというか、うん、マジでそれはめちゃくちゃ嬉しい。照れる。そうだってコージーと喋ってる時はコージーと喋ってるなって思ったし、うん、そうそうそう、なるなるなる。そう、あずさちゃんと喋ってる時本当に女子トークしてる気分だったもんなんか言葉のチョイスというか、うん、本当そのキャラクターを理解して喋ってる感がすごくてね。え、うん、めっちゃありがたいですね。照れます話しててすごい楽しかったんだよね、うん、いやー、ちゃんと相手してくれるな、嬉しいなって思いながら俺もロールプレイしてました本当にな、あのあずさ姫ペア良かったよな。なんか良かった、穴があったよなキャイキャイってなってたイチャイチャしてたよな、こう女子女子みたいな感じでしたね。そうそう、あの輪に入るのは野暮だと思ったこうアコーナビゲート順番2人で、うん、こうなんかお互いにフォローし合ってた感が良かったですよね。そうそうそう、確かに確かに。なんかそう考えたら、うん、その姫ちゃんあずさちゃんペアと、メラ君コージーペアと、そうジョー K2 ペアみたいな感じで、あの仕事人ペアなって、あったんだよね。うまいこと2組2組で分かれたんかなって、うん、科目気味のきっちり仕事をこなすペアな、最後2人。そうキャッキャしてるペアとやかましいペアね。そうお、デコボココンビ。コージーって身長いくつくらいあったんだろう。コージはサイズで言うと、うん、ちょっと待ってくださいね。コージ、サイズ13。おー。平均ちょい上ぐらい。平均、そうですね。まあ、でも外国人だから結構。うんうん、まあ13でも、まあ日本人の13よりはでかいですね、多分。あじゃあそれはデコボコだわ。30センチ差ぐらいはあると思う。あ、肩か肩以下かもしれんな。コージーの好きなところといえば、あの最初デカ女ってバカにしてたのに、それあのコンプレックスって言ったら言わなくなったところが好きで、うん、あそう意外と素直に。そういや別に悪口を言いたいわけじゃないから、コージーは、うん、あの思ったことそのまま口から出てるだけで、うん、悪意があるわけじゃないんで、うん、やめてって言われたらやめます。そうか、分かってくれるんだと思って、そう、そこですごいよくなった。根っからの悪じゃないよね、うん、そう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 、うん、もうちょっとね、素直な性格で思ったことが全部口から出ちゃうだけであって可愛い性格してんの、可愛いよ
そうだからなんか第一登山隊の話してきた時も、うんうん、多分本気でなんかそういう風に嫌みったらしく言ってるんじゃないんだろうなっていうのがすごい伝わってきました、うんうんうん、マジで挙動ってましたからあの講師え俺のせいえってなってました工事 KY って知ってるかなんだ K2 の仲間かうわ言いそう言いそうK2 の仲間かK2 の仲間か多分それ聞いて K2 はこう手を頭にやってみようK2 はってジョーはもうしゃあないわっていう感じですアルサは一人で笑ってます肩震わせてかわいいあんま口開けて笑うタイプの子じゃないんでうんプル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 ってしてますそれ見てかわいいって見てそうだな私はやめてよ姫ちゃんって感じのこと言ってますよ多分そんなことなんか本当にそういう姿が簡単に想像できるのは、うん、やっぱりそのテトメトさんの、ね、ロールプレイが良かったんだなって思いますね、まあ、偉大なる元ネタ様の元ネタ作者様のね、うん、あれもありますけどね、うん、ロールプレイ写真とか結構たくさん書いてくれてますからねそうなんだすげえコーディーとかも断るごとに生意気な口を聞いてパーティーの雰囲気を悪くするがそれは彼の中のかっこいい尖った登山家像を模倣しているに過ぎないみたいなこと書いてありますはあいいわいや悪くなかったぜうん和気あいあいとしてましたもんねそう本当にここのタイめっちゃ仲良かったぞ本当めっちゃ良かったね仲うんまあ、あの工事があんまり悪いこと言わなかったのもタイの空気自体が良かったからっていうのは全然ありますねああ工事に対して攻撃的な態度取られたら工事も攻撃的な態度で返すんで当たり前ですけどうんここら辺が全然なかったかなっていうのはありますね確かに何か攻撃的というよりこう愛のあるいじりみたいな感じだったもんなそう漫才師だからそう漫才には漫才を返すからああギャグ戦高工事食料には食料返したでしょ。ああ確かに。タコ船いるかって。トルコシアゲレ持っていきな。完全にくれたもんな。ね、いざって時に食べなって食べなかったけど。食べなかった。うんいや最初はあれなんかあもうあっち行けっていう意味合い込めてねなんかぶん投げられてんのかなって思って。違う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 。食べてねってことだったんですよね。お返しですね。不器用なんだからもう。愛おしいわそういうとこは素直じゃないんだなそうだよ工事はどうも素直なとこはそんなないよ素直な時はひよった時ですねうんうんうんそうだそうだねあれはもう虚飾全部剥がれてたからハリボテの登山家の姿がハリボテがガラガラと崩れ去ったから俺が考えた最強の登山家そう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 俺が考えた最強の超かっけえ登山家クレヨンで描いてそうゴシゴシ擦りすぎて破れちゃったんだね幼稚園の先生じゃんいやもう背中さすってますから姫ちゃんいやあ私がまとめてきたのはもう全部話しましたよ。おお。ここら辺のコージーら辺とか、おとなしファンブル落ちたところ良かったよなとか、この辺語りたかったからね、メモしてきたんで。激アツだったからな。ね。ちなみにあの山頂にこう、たどり着いた時に、こう幸運一応85はあるけどもめちゃくちゃ緊張したんですよあれあれ悩んだんですよね、うん、どう考えても山頂に草なんか生えてるわけないんですよ本当ですよねまあでもこれが普通の山ならそうなんですけど、うん、高木山脈なんですよね、うん、普通じゃなかったもんなそう何があってもおかしくない高木山脈なら仕方ないで山頂踏む前だったら多分ないんですようんうんうん山頂踏んだら狂気山脈起きるんですよ。うん。ああ。ああ。
踏んだ後で狂気山脈が起きた後だったらその辺が起きてもまあおかしくはないなと。地形が変わって現れるとか、あ、そこら辺は狂気山脈の正体が何かみたいなところにもかかってくるんですけど、うんうんうん、では今回は語らないでおきましょう。気になる。まあ続編でもないんですけど、うんうん、アヤルドの剣っていうシナリオがありまして、はい、そこで語られる内容なんですよね。あ、そうなんだ。正体については、そうはあ、それがまあどんなシナリオかざっくりだけ概要を言いますと、はい、今回の狂気山脈邪神の頂きっていうシナリオは、うんうん、第一で登山隊が失敗してその後 K2 隊が発足されて、うんうん、K2 隊が登頂を果たしたっていうのが今回の概要でしたね。うんうんうん、カイの剣は第一で登山隊が壊滅して K2 隊が発足して、うん、K2 隊が壊滅して、うん、第三で登山隊が組まれた、それがカエラズの剣です。マジ。じゃあ全員死んでた。あ、それは分かりませんが、うわパラレルワールドだ、そういうことですね。あというシナリオがまあ今回はやらないんですけど、今回やってない別のシナリオでありまして、うんうん、ここら辺もあるのでちょっと狂気山脈の正体については今は秘密としておきましょう。そうね、知らない方がいい。まだ神秘のベールに包まれた山ということにしておきましょう。なるほど。しかもなんで南極のその奥地に存在したかも気になるもんね。そう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 、いつからあったのかとか。うそうですね、そこら辺もカエラズの剣をやればわかります。うわこれはやらなきゃ。登るか。いや、みんな死んだことになるから。そうなんだな。まあイフストーリーということで、ね、カエラズの剣の場合は K2 隊のメンバー固定なんで、シナリオ上あなたたちではないですね。あ、よかったよかった。あ、そうなんだ。あなたたちだと登場しちゃうんで。確かに、うん。確かに。そうやってのけちゃうからな、うん、そこのメンバーじゃなかったから壊滅してしまったわけですね。なるほど。うんうん、さて、それか何か聞きたいこととかあります？へー、ものすごいどうでもいいんですよ。 K2 さんってどれそれぞれのなんかキャラのステータスというか。あ、そうね、ステータス気になるね。ステータスはまあシナリオ、これ無料で公開されてるシナリオなんで、うんうん、あ、そっかそっか、そうそう、見たら書いてあるんですけど、どこら辺が気になるんですかね。K2 の身長とかってどれぐらいなんですか、っていうかサイズみたいな。 K2 はサイズ11ですね。あ、そうなんですね。うん、いや、なんか最後にあずさちゃんがこう重いのっていう風に言ってたから、なんか結構でかいのかなって思っちゃって。あずさちゃんがちっちゃいんじゃない？あずさがサイズ10だから。ああ、なるほど、ちょっと大きいのか。そう、K2 イギリス人だし、うんうん、まあ、ちょっと大きいですね。あ、荷物とかあるしね、リュックとか。ああ、基本的に人一人を背負って雪山って下山できないんですよ。うん、そうですよね。人一人下ろすなら最低でも2人は欲しい、交代交代でって感じになりますね。そうだから、あずさちゃんに K2 を降りて山を降りろって言ったところがなんかこう申し訳ねえなって思いつつ、あー、そっかそっかそっか、そうだそうね、あのアイスフォールとかもね K2 頑張って下ろしたからね、あずさ一人。うわー、すげえ。でも途中でコージーがなんか合流してくれてるのかなっていう風に、7000メートルまで行けばコージーがいるんで、そこで合流したんですね。うん、はあ、そっか。ごめんね、あずさちゃん無茶言って。うん、まあそれでもあなたたちは登ると決断したんですから。そうですね。ステータスやばいですからね。ナビゲートが99あって同伴が90ありますからね。それやばい、本当に。100ファン以外成功なのすごすぎる。そうそうそう、まあ、天候によって下がるんで、カウンターもそうとは言えないんですけど。ああ、確かに。雪降ってるだけで 10% 下がって89になりますからね。一回 K2 がナビゲート失敗してるの見てみたいな。確かに。まあ、天気悪いとそういうこともありますよ。うん。なんていうか。確かに気になる。天候のせいにしだしたらちょっと嫌だけど。すがにそんなことは言わないと素直にちゃんと謝りそうだけどね。
ね、謝るというか多分他の人たちに注意を促す感じのロールプレイすると思いますね。ああ、そこの岸壁やけに岩が剥がれやすい、気をつけた方がいいみたいなことを多分言うね。うん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 。なるほど。へえ。あずさは装備 A だと補給手当が99ある。うん。やべえ。医学も素で89ある。なんかあれなんだっけ、医学でファンブル出したんだっけ。ファンブルした。高山病治すときに一回ファンブルしちゃった音無さんだったかな、確か。あ、そうだそうだ。そうですそうですそうです。あ、ごめんって。痛い痛い、いやでももっと激しくって。そう。これはこれでいいかもってなったもんな。セクハラですよって言って。あずさちゃんは長野県生まれらしいです。おー。ああ。北山脈のあの穂高連峰のあたりが出身らしいですね。ああ、だから穂高なんだ、名字。穂高あずさ。34歳なんですね。え？そうね。34歳女性。コジが28歳で、ケビンが55歳。わお。おお。え、ジョーは47ですね。姫ちゃん26。おお、若造やんけ。二十歳いってないぞ。19。19、ガキ。19。そりゃ工事にガキって言われるわ。19と28やったら言われるわ。言われるわ。それは言われるわ。そう考えたら生意気すぎたわ。おっちゃんって言ってたもんな。うん。ボズ。ボズ。全員キャラ立ち完璧だったな。完璧だったね。だからロールプレイ終わんなかった時あったもんね。終わんなかった。あのあれね、オーロラ見てほしかったとき困った。わあ綺麗。を見に行くタイミングがねえ。天井、みんな天井見上げて、わあ綺麗。まだ外出てない。出てもないのに。外じゃないですけど。あれね、外出てると宣言されたら背景変えるから。あ、そういうこと。そうそうそう、背景変えるタイミングを伺ってたのに、わあ綺麗って先に言われちゃって。まだ書いてないんだけどな、背景。何が綺麗なんだろう。何を見たんやろうって思った。でも幻覚だったわ。なんか見たすぎて先に見えたわみたいに言ってた。そうそうそう。見る前から綺麗って言っちゃってるじゃん。投資能力あったわ。あれもいいよな、狂気山脈でオーロラ見ながらコーヒーすするのいいよな。あそこよかったっすね。あ、幻想的よな。うん、コーヒー、同じ飲み物をみんなで飲むっていうのが、うん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 、あずさが入れてくれたコーヒーみんなでこうハイハイって手渡し回したんだろうな、きっとね。いいな。いい。まあ、苦いの大丈夫とか言えばよかった、メラ君に。ブラックでもあの意地張って飲むから。多分ね、メラがそのロールプレイをしたら横でコージも意地を張り出す。うわ。何も言われなければ普通に飲むけど、多分メラが意地を張り出したら GM が意地を張るロールプレイをしだす。対抗してくるよな、コージは。やるね、こいつなら多分やるなって。やりそう、確かにやっちゃう、言いますね。みんな大好きすぎるわ、本当に。めちゃくちゃ好き、ね。これは有名になるわって感じのシナリオですよね。TRPG 私その5回ぐらい、うん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 、狂気山脈で5回目だったんですけど、うんうん、一番面白いと思った。ありがとうございます。回した甲斐がありました。本当に。これ2回目か。うん、2回目でトラウマにならなかったよ。エブエさん、トラウマにならなかった俺。もうちょっとでトラウマになるところだったね。当たり前じゃないですか、私のおすすめのキーパーですもの。そうだわ。はい、あとおすすめの作品なので。よかった、トラウマがなくて。
だけどね、死ななくてもよかったし本当に、うん、めっちゃ死んでるんですよ。おとなしさんも回避で回避の出目がもうちょっと腐ってたら死んでましたね、うん、いや確かによかったわ、なんかガチガチにできたし、それねそこからあれだっけ、あの先に降りたのを見て降りるみたいな、そうで先に姫ちゃんの方が早かったんで、うんうんうん、もうあそこ成功した時脳内でこち亀の BGM が鳴ってました。なんでだよ、もうちょっとシリアスな流れよ。リョウさんがこうなんかこうかき分けながら姫ちゃんの方まで行くみたいな。確かにあの水泳技能使ってたからな。そうそうそう、マーシャルの後仕込みの水泳技能で追跡してましたからね。想像するとちょっと面白いんだよね。マジで初期の回避より1足りなかったもんね。うん、怖かったね。跳躍失敗したのが本当痛かったな、あそこは本当にでかかったね、あれ成功失敗、あれは俺使い物なんなかったし、うん、何にも捨てるわけにいかないし荷物、そうね、何も捨てない覚悟ね、あれ覚悟決まってた、うん、いやもうあれ捨てるぐらいだったら死んだ方がいいなって、うん、一本も引かなかったね。全部持って帰るんだっていう。そう。必要なものはね、やっぱり。あ、これ音無さんがちゃんと生存できたから、音無さんが NPC 3人を助けて帰れましたからね。いや、本当に。多分、私たち2人だったらいけなかったやと思う。これ、一桁組だからな。うん。そう。本当はみんな行きたいんだろうけれども、やっぱり HP 気にしていけないんだろうなって思って。そう、もうね、泣いてた、私、あの時。一緒に行けなくてごめんなさいって言いながら何俺が行こうってやつね、かっこよかったよな、かっこよかったよ、ジョーさん。あとは全部おじさんに任せなさい。そう渋ーって、しかも一人一人にこう持たせてくれるからさ、あフラグ立てるなって思って、大切なものをね。そう、ユタクから2000メートルぐらいの登り直していくから、多分1日2日ぐらいは経ってると思うんですよね。うーん、2000メートル登り直してあつたちと合流して2000メートル降りてきてるんで、そっか、いや心配だったろうな本当に。仮に、うん、他2人の HP が10とかあったとしても1人で行ってほしい感はある、うん、そのね、あまあ終わった後だからこそ言えるけど、一、ね、人でそう言ってほしい感はあるし、そのなんだろう、そのジョーの第一次登山隊の、うん、その親友を助けるっていう思いとか、うん、なんかそういうところからそのレスキュー隊入ってっていう、うん、その助けたいっていう正義感が、うん、もうどんな状況にあっても俺は助けに行くんだっていう意思を感じられて、分かる、なんか人100倍ぐらいその気持ち強そうだもん、そう一番強そうだから、うん、いやあの場面誰か一人でも諦めてたら死人が出てましたからね、誰も諦めなかったからこそ全員生存できましたからね、そのシーンはジョーさんが言ってくれて本当良かったですよ、私あの吉家さんの気持ちで応援してました。お前なら行くよなっていう、うん、なんかよくわかんない壁打ちでもない何か変なものが時々流れ込んできてました。さすが俺の友だって言って吉家になってるって吉家の気持ちだったんだ、ジョーさんに行ってほしい、行くべきシーンだったねあれは。確かにね、そうだよね、みんな、ま、戻ってやるべきことがあるもんね、うーん、そうジョーさんは特にないもん、そっか、もうそう目的を達成できなかったら、そうね、信念を達成できなかったらもうジョーさんはもうジョーさんじゃなくなるからね、うーん、うわーうわうわ男だわ渋いわ、渋すぎる渋すぎるぜ、ジョーさん渋かったな、ねえ生かした男になるよメラ君、頑張って身長追いつくわ40センチ差あるからな、ちゃんとご飯食べるんやでってママ食べてんねんけどな歯磨きも忘れんとな身長だけは伸びひんねあーっていうかもう話してて約1時間ぐらい経ちますね、そうですね、じゃあ
とりあえず動画はこんなところで終わりますか。そうですね、いやもう楽しすぎてずっと喋っちゃってたけど、うんうん、これはもう全員やるべきだわ。人類皆狂気山脈に登るべきだ。そうだ、何か大事なものをこう手に入れた気がするもの。工事をみんな、そうだね、テトメタさんに、え、死ぬ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 、ありがとうございます。こんな形で助かります。いやいや 今このシナリオ終わったんで皆さん GM できるってことなんで、いやいやいや、まだシナリオ無料なんで大丈夫です。いやいやいや、僕はあずさちゃんになれないんで。テトメトさんほどの工事ができる気がしないんだよね。うーん、あんなに生意気で可愛い工事できる気しないんだ。だし、あのこっちがどんなロールプレイするか分かんないのに返しのスピードが普通なのよね。ね。漫才とかのなんかその速度がね。異常よね。分かってる人の間だったもん。一回考えるっていう間がない。うん。トラマは会話してる途中に一回考えて停止することはないでしょう。する時もありますけど。うんうん。うん。すごいよなって思う。うん。いやありがとうございます。はい。私もキーパーできて楽しかったです。ああ嬉しい。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。本当にございます。じゃあピアさん締めてください。はい。今回こう狂気山脈無事全員生還できたので、まあ次またテトメトさんに回してもらうシナリオでも生きて帰れるんじゃないかな、この感じなら。何をによる。ああ。また次回のクトゥルフ神話 TRPG でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました、みんな。ありがとうございました。ありがとうございました。